日本富山県富山市総川総クルは、富山県富山市の中心部にある町名である。郵便番号は930-0083。町名の由来は、富山城の外堀がクルと呼ばれていたことから。現在は、総クル通り商店街と隣接する、中央通り商店街、西町商店街を含め、富山市内で最大の繁華街である、1丁目から4丁目まであり、 それぞれで街の様相、特徴が異なる。夜に賑わう歓楽街、スナック、バー、クラブ、キャバクラ、ホストクラブなどが入る雑居ビルが立ち並ぶ。国道41号以北の、いわゆる桜木町内に位置し、一般的には、県嘩最大の歓楽街である桜木町と同一に、見なされる。国道41号線と、総車通り商店街より一本北側に、 平行する総作会通りの間に位置する、本願寺と山別院を中心とし、裏通りの雰囲気を持ち、雑居ビルが立ち並ぶ。近年は飲食店の立地が目立つようになり、特に金曜土曜の週末夕方以降に賑わいを見せる。県嘩最大の商店街である、総車通り商店街を中心とした、総作会通りと平和通りに挟まれた地区。 中心商業地区の各店舗のソークルは、フェリオをはじめ、グランドプラザ、ソークルワウィズなどがあり、繁華街としての賑わいを見せる。商店街東端には2006年に閉店した旧西部と山店があったが、2019年内に23階建て複合商業ビルが建設される。その南側の西町北、ソークルワ地区でも、高層複合ビルの建設に向け、 再開発準備組合が2015年8月に発足した。対する生誕は、シネマコンプレックスやホテルを核とした、複合商業施設 U タウン総クルワが2016年5月に完成。三丁目の西側に位置する旧総クルワ小学校を中心とした地区。敷地面積12000平方メートルほどの旧総クルワ小学校跡地付近では、 地域包括ケア施設や専門学校、商業施設等によるソークルワレガートスクエアが2017年3月に竣工、1931年の新富山県に収められている。ソークルワ本通りの写真。前日の通り、もともとは富山城の外堀であった。明治時代の初めに外堀が埋め立てられ、浄土新州の別院を参詣する人々で賑わうようになる。 やがて様々な店舗や芝居小屋、寄せなどが立ち並び、現在のような繁華街へと発展することになる。大正時代には、全国初の商店街団体、商生会も誕生している。ソークルワフェリオ U タウンソークルワ街の中心部には、ソークルワ通り商店街、グランドプラザ、ソークルワフェリオなどがあり、賑わいを見せる。3施設はそれぞれ接続している。大手モールから、 桜橋電車通りを結ぶ商店街、1953年に全国では5番目のアーケードが取り付けられた。また、電車通りを挟んで東側には中央通り商店街が隣接しており、こちらは1956年にアーケードが設置された。2007年9月21日に開業した複合商業施設、キーテナントのヤマトとヤマ店のほか 多くの専門店で構成される。詳細は当該記事を参照。街中の賑わい広場としてそうくるワフェリーを横に2007年9月17日にオープン。長さ65メートル、幅21メートル、高さ19メートルの吹き抜けの全天候対応広場で、総ガラス張りの天井と277インチの大型モニター、昇降式のステージが特徴。建物が非常に大きいため、 様々なイベントに使われている。詳細は当該記事を参照。2016年6月に開業した複合商業施設。キーテナントの8スクリーン、1200席を有するシネマコンプレックスに加え、ホテル、マンション、立体駐車場の4棟。施設1階部分には飲食店やコンビニ、衣料品店などが入居する。前日の通り、 西部と山店が閉店するなど、繁華街としての地位の低下が見受けられる。再開発が続くソークルは山丁目西部跡地は、山と小田急建設が取得し、商業施設、マンションなどの複合商業ビルの建設を目指し、2013年夏に都市計画決定された。2015年2月23日には、マンションと商業施設が入居する複合ビルの建設が正式に、 発表された。約3900平方メートルの再開発エリアに、地上23階建て、約80メートルの高層ビルとなる。1階から4階は、ファッション、物販、飲食等のトナントとオフィス、5階から23階は、約200個のマンションとなり、2018年度内の完成を目指している。また、総局はニシ地区においては、 約5680平方メートルの敷地に、シネマコンプレックス、ホテルドーミーイン、店舗、駐車場などが入居する複合商業ビルとなる、ユータウンソールワが建設され、2016年6月に開業した。さらに、西町交差点北西角でも、再開発計画が表面化し、2015年8月に、高層複合ビルの建設に向け、 再開発準備組合が設立された。その他、前述の総局は西地区の西側では、宝レーベ弁による高層マンションが完成しており、同じく西側の総クルは小学校跡地では、地域包括ケア施設、専門学校、商業施設などによる総クルはレガートスクエアが2017年3月に完成。南側では、 北陸銀行と朝日印刷による共同オフィスビルが15年4月に隣接する仙国町ではリードケミカルによる全国的にも珍しい東京美術館の森記念収水美術館が2016年6月に完成しており周辺一帯では開発計画が多数進行しているそうくるは西町中央通りの各商店街とその周辺が抗議的な意味での 中心商店街となり、このエリアでは、定住人口の増加に向け、2000年代後半から、マンションの建設が相次いでいる。2007年には西町交差点北東角にシティハウス、富山西町、2008年には、中央通りにサーパスシティ中央通り。現在は、約200個の大型物件の総来は3丁目畜産開発と、総来は4丁目に宝礼弁による。 高層マンションが工事中で、西町北、ソークルワ地区、中央通り、D 北外区の各再開発地区でも、再開発ビル内にマンションが設けられる予定となっている。前述したソークルワフェリオ、U タウンソークルワなどを除く、突起がないものは、すべてソークルワに所在、商店街公共施設、 商業施設など神社仏閣企業金融機関ホテル2018年3月31日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。